どうも、シリュウです。今回のテーマは、アンコモンコレツ。この度のバージョンアップで、1.5 コス以下の武力上昇値が武力プラス6からプラス7になって、効果時間が 7.8 カウントから、推定 7.2 カウントになりました。で、お相手のデッキ、お相手の方は諸葛戦が、0.5 カウントから 0.6 カウント伸びましたね。お相手旗も諸葛戦竜安楽だったんで、まあ、今回のバージョンアップで情報修正されたっていうんで、結構お相手もウキウキで、お互いに、まあ楽しみに、この日を楽しみにしてたみたいな、そんな一戦になるかなと思いますので、では見ていきましょう。お相手は中央に舞台を固めていたので、こちらは志望と、容姿で端を、一発ずつ。で、2マスずつ塗ったところの内乱は止められ、中央が塗り替えされたので止められてしまいますが、工場が入って、大体まあ、10% ちょいぐらいのリード。で、お相手は、押してきましたね。これは大攻勢か増援かを叩きに来る構えかなという感じの開幕の動きですね。お相手は増援。白ついてるのがちょっと厄介というところ。開幕式白なので、これは諸葛戦が間に合ってしまって、早熟なる指令、効果時間伸びてますので、この開幕少々強引に来られるのが辛いかなというところ。で、こちらは分金反乱戦法、お互いに武力プラス5同士ではあるのですが、お相手の方が素武力が高く、また、全体かかっているので、どうやって守るかなというところ。で、諸葛戦が突撃ついてるので、ちょっとマウントが痛いですね。ちょっとここ突撃もらっちゃったの、プレイングミスですかね。コレツが帰って、で、分金が突撃で落ちてしまう。やっぱり諸葛戦自分を含むようになったの大きいですね。で、これも当中も突撃が入って落ちてしまう。相手の、砲玉に城がついてるので、城門は止めれたものの、馬長の工場がかなり痛く入ってしまいましたね。ただ色差と、扇差がついてるので、この序盤をまあしのぎさえすれば、逆転の目はまだまだあるかなという感じで、ここの健康ですが、もうちょっと工場ゲージに余裕あれば諸葛戦を打ちに行けたのですが、ちょっと厳しいかな。あそこで諸葛戦を打ちに行くと馬長の工場が入りかねなかったので、厳しいかなと判断して、工場を止めに行って、分金で追っかけて馬長を撃破で、しんがりに入った竜安楽も撃破して、ここ舞台差取れているので、強引に攻め込みに行きたい。で、容姿で迎撃が取れたので、ここ相手は諸葛戦を発動、早熟なる指令で、こちらとしては色差も取れていて舞台差も取れていて、で、相手の復活カウントはまだまだあるので、ここはできることなら攻め込みに行きたい。で、武人の心得、これ武力プラス7には なりましたが、この場合だとちょっと今回のケースでは効果時間が短くなったので、そこの見極めどころが難しそうかな。風習を落とすことができましたね。これで、かなり強引に殴りに行けそう。分金でプレスして諸葛戦を撃破で、相手は奥義も使っているので、ここはまあ取れるだけ取りに行きたいかなという感じ。ここで効果時間が切れましたが、武力上昇値が大きいことによってこのようなご利用しができますね。ここで分金が撤退。分金は復活カツカツがついているので、次の相手が攻め込める頃には間に合うかなというところで、ここは内乱を取りに行けるかどうかというところなので、当中を下げてコレツで塗って、で、これ内乱を止めさせに行ければ馬長の兵力の回復が遅れるので、内乱を止めに来させれればかなり美味しい。
これ内乱入りそうですね。どうしても諸葛戦デッキの場合は、総制圧あまり高くしすぎてもどのみち諸葛戦でゼロにしちゃうのでというところで、総制圧がまあ大体7や8ぐらいになりがちなので、そこも込みで、ちょっと強引な塗りとかが通りやすいのが諸葛戦デッキの欠点かなというところですね。ただ諸葛戦かなり、前回の情報修正でパワーが上がっているところに今回また情報修正でかなり強力な計略になっておりますので、リードは取っているものの要警戒というところで、こちらは先にコレツを発動、無人の心へ。できればラインを上げさせる前にこちらは号令を打って、相手に号令を打たせて、連環の方を打ちたいというところで、早熟なる指令で、お相手が龍安楽を発動。こちらはここで連環叩きたいところですね。で連環の方を叩いて、で、聖兵がついているので最大武力が武力14になって、でここで当中で目覚めていきたいというところ。で新鋭の目覚め、これ武力プラス7になったことで武力6を参照して武力13で目覚めれるようになりました。これがコレツの大きな変更点かなと思います。これコレツ一目散に下返してれば帰れたんじゃないかな。ここプレイングミスですね。ちょっとよろしくないプレイングしてしまいましたね。ただ、当中が中央にで槍を振ってくれているので風襲を撃破で、ただこれは、王穂と馬長で囲まれてしまって、当中もだいぶ削れちゃいましたね。衝撃ダメージはかなり大きいのですが、ここで、降下時間が切れてしまい当中が撤退で、シボも撤退。ただお相手の降下時間も切れて、ここで馬長を撤退で、ここはまあちょっとでもリード取れるようにと思って容姿を分金に打って衝撃入れに行きたかったのですが、同じ武力6が範囲内に2枚いたため健康にかかってしまって、まあこれではもうこっから先リード取るのは若干厳しいかな、これ以上のリード取るのは厳しいかなというところなので、まあこんな感じですね。まあ、僕自身ランキング見ての通りちょっとプレイが久々なので、少し衝撃の練習も兼ねてという感じで、ここまで見ていただいてありがとうございました。それではまた。